からパネルを持っているのがユイさん、うちわを持っているカナさん、このメンバーです。じゃあパオロンから行ってみよう。今日もまたカラフルだね、ガールズシリーズ、メッセージが込められてますね。続いてシャロン、ガールズシリーズ2022、本日最終日、そうなんです。今日は来場者の皆様に生きてるくじ輪をプレゼントしております。5パターンランダムで当たってます。さあ、お持ちの方をお受けしていきましょう。いらっしゃいませ。あ、昨日のユニフォームを着てくれていますね。ありがとうございます。お、この辺はあ、お揃いのうちわですね。2冠、さあ、お持ちできますか。あ、こちらは黄色いのお持ち、いい感じですね。アピールしてくれてる、ありがとうございます。どうやらフォークスファンの方もね、たくさん受け取ってくださったと各ゲートから情報が入っています。ありがとうございます。暑いですしね、有効にお使いください。素晴らしい。はい、5回のチアドラゴンズダンスタイムはこのうちわを使った特別バージョンとなります。どうぞご期待を。そして今日は試合終了後にスカイロールオープンショーもあります。昨日この通りに引き続きベース、そしてマウンドのロゴもピンクになっています。この辺もお楽しみに。そしてこの後の始球式にはジェネレーション2プロテクエグザイルトライブの佐野亮さんが登場です。どうぞご期待ください。さあ、時間を今日も作ったよ。タオロン、締めの一言お願いします。わかるかな、タキとアヤメとスキー、うん、なんだそれ、なんだっけ、なんだっけそれ、つぼみ、違う、時間切れかな。正解お願いします。かきつゆくさのつね、かつよ、それはわかるんだけど、つゆくさわからないよ。はい、というわけで今日もタオロンお見事でした。ドラ星のお時間でございました。ドラゴンズの皆様、勝ちましょう。